10月30日、首都高速でとんでもない車が目撃されました。その車はなんとタイヤがなかったそうです。状態で走り続けるとは異常ですね。路面に引きずった跡がついています。直後に白バイが走っていきましたが、どうなったかは不明です。この運転手、止まったり走ったり行動が異常だったそうです。信じられない行為ですね。故障したら安全な場所に停車してください。